中川先生の優しいビジネス研究。本日はですね、私が先日宝塚大劇場にですね、とっても素敵な作品、空組のアナスタシアを見てきたんですね。真風すず子さん主演の作品だったんですけど、もうめちゃくちゃ感動してしまいまして、人生初の宝塚だったんですけども、まあ、ちょっとそれに感化されまして、宝塚をベースにちょっと今日はお話をしたいと思います。もちろん、図鑑ファンの方だけに届けたいわけではなくてですね、むしろビジネス一般の、セオリーとしまして、産業の進化の中でのマーケティングのポイントが変わってくるんだっていう話、プロダクトライフサイクル、そんな理論に基づいて、宝塚歌劇団の発展の歴史を紐解いていきたいと思います。皆さんはここから日本型のショービジネスの原型というものを見出すことができると思います。そんなわけで、今回はですね、この宝塚歌劇にマーケティング、一般論としてはマーケティングのやり方を学びつつ、特にショービジネスで生きる考え方ということを学んでいきたいと思うんですけど、ここでまずこの宝塚歌劇というものについて、一度ちょっと復習をしておきたいと思いますが、今やなんと年間300万人以上の動員があります。そして歴史も100年を超えました。この100年の歴史にわたってずっと未婚の女性だけで構成されている歌劇団ということを特徴としています。皆さんにここでぜひ知っておいていただきたいのは、この宝塚歌劇にジャニーズや AKB、今日のショービジネスでうまくいってるところ全てに通ずる日本型のショービジネスの基本形というものをここに見出すことができるんですね。ですから多くのショービジネスの方はこの宝塚の成功と宝塚を実際に見てなんでうまくいってるのか、そんなことをヒントにしながら新しいビジネスを考えたりもするんですよ。それぐらいこのエンターテインメントの基本であり王道が詰まっているのが宝塚歌劇というものなんですね。で、先に今回の話の見通しを立てておきますと、プロダクトライフサイクルというのが今回の話の軸になってくる理論です。製品ライフサイクルというふうに、日本語で製品というふうに言うこともあります。で、この製品ライフサイクル、プロダクトライフサイクルなんですけれども、まあ、最初はこう、黎明期があって、そこから成長期を遂げて、成熟期に入ってくる。で、産業によってはその後衰退期に入ってくる。というものになってるんですけど、ここで特に重要なのは、黎明期から成長期、そして成熟期に入ってくる。ここでマーケティングの勝負のポイントが、どんどん移り変わっていくということなんですね。黎明期に何が求められるかといえば、新規性。こんなに新しいんですよ。こんなにユニークなんですよという、新しさこそが最初に消費者を食いつかせるポイントになってくる。しかして、これがポピュラーになってきて、多くの人がこれを知ってくると、今度はどうなってくるかというと、芸の磨かれ方、技が洗練されてきて、普通に素直に見に行って、ああ、素敵な音楽だな、素敵な芸術だな、こういう風な洗練性が勝負のポイント、品質こそ、クオリティこそが勝負の軸になってくるんですね。で、今度は競争している全てのクオリティが非常に高いレベルになってくると、そこでポイントになってくるのは人間性、あるいは関係性なんですね。今度はその人、タレントさん、その人を見るようになってくる。その人がどういう人であって、その人と自分がどういう関わり合いを結ぶのか、これがとっても大切になってくるんです。こんな感じで、ショービジネスにおいては、最初は新規性、そして次に成長期においては洗練性、クオリティ、そして成熟期に入っては人間味だとか関係性が軸になってくる。これっていうのはですね、製品サイクライフサイクルということで言うと、一般的に通用する話でして、必ずしもショービジネスだけではなく、最初は新規性、次には品質、そこからはリレーションシップマーケティングと言われるようなメーカーさんと消費者との関わり合いが軸になってくるというのは、一般的に生じるものとしてよく知られています。で、宝塚ちょっと紐解いていきましょう。この宝塚歌劇のスタートは1914年と言われています。この1914年に初公演が行われたんですけども、この時、阪急グループの創始者、伝説的な経営者ですね。いつかこの講義でも取り上げたいと思いますが、小林一三さんという方が日本の電鉄経営の礎を作った人なんですけれども、この人がこの阪急グループを経営していくにあたって、取った戦法というのが、目的地を作ると。
終着点の駅を発達させるとその間に人の往来ができるというのが今日に続く日本の電鉄経営の軸になっているんです。そうなってまいりますと当時の終着点であるこの宝塚に人の流れを作るために宝塚に温泉を作ったんですね。宝塚新温泉というものを作ったんですけども、温泉のその余興としてどんなエンターテインメントを置くか、これがポイントだったわけです。で、いろいろ試したんですよ。で、温水プールなんかも試したんですけども、なかなかうまくヒットするものができませんで、続いてその温水プールの跡地に劇場を作って、じゃあ、少女歌劇団なんてどうだろうということで、演目としては桃太郎みたいな演目をやったんですけども、これでやってみて成功したのが宝塚歌劇の始まりなんですね。予想外のヒットだったわけですけども、これはいけるとなって、じゃあこの少女歌劇本格的にやってみようじゃないかということで、ぐっと資金、資源を投入しまして、小林一三さんが育てたのが宝塚歌劇というものです。ここから私たちが何を学べるかと言いますと、やっぱり黎明期はアイデア勝負、先ほど言った新規性だってことですね。新規性というのは確率的に生じるものなんですね。狙ってヒットなんて絶対できないんですよ。なのでアイデア勝負でいろんなアイデアを試していく中からうまくヒットが出てくる。ですからいろいろ試すのが重要だと。一つのアイデアをぐっと握りしめてしまうと他のアイデアを見過ごしてしまうから、いろんなアイデアを節操なくでいいんですよ。節操なくいろいろ試していく中でうまくいったものを広げていく。これが新しいことを始める時のポイントなんですね。小林一三さんはまさにこれをやっていたわけですね。電鉄経営で沿線沿いを開発するにあたって何がヒットするかとか、温泉だとかいろんなことを試してみた。そんな中で少女歌劇はどうだろうとやったものが、繰り返しますが、たまたまでいいんです。たまたまヒットしたんです。予想外の大ヒットになった。ヒットと見たらそこに、じゃあこれで勝負してみようと。この意思決定のあり方です。いろいろ試す、うまくいったらそこに勝負をかける。これが黎明期の勝負のポイントになってくるわけです。これで成功を確信した小林一三さんは、この宝塚歌劇というのを早い時期には東京進出をしまして、そして宝塚音楽歌劇学校というものを設立しまして、そこで学んで芸を学んだ人が、その後宝塚少女歌劇団に所属する。余暇1年、本科1年、今でも変わらないんですけど、この2年間の過程を経た後に、研究科というところに所属をしまして、研究科の学生さんが、少女歌劇団をやると、そういう形になってですね、まあ今では厳密には今ではこの研究家という形は取っていないんですけども、今日でもこの古い呼び名表しで研1生研2生という形で研究家1年目2年目3年目ということでデビューからの年齢を数えています。そして、うまくいってくるにつれてだんだん、公演が増えてくるにつれて、新しい組が新設されていきます。最初に花組、月組という二つが作られまして、それからほどなくして雪組ということで三組が作られていきます。今日ではこれにさらに星組、空組という形で5個の組によって作られているのが宝塚歌劇というものなんですね。そしてこの1930年代頃までに基本的な設定が概ね出来上がると言われています。レビューというものですね。レビューというのはこの舞台演劇固有の言い方で、娯楽性が強い照明や衣装にこだわり、あるいは役者の化粧とかにこだわって、パッと見栄えが良くて、わかりやすい演劇にする。こう、服装とかもあえて目立つような感じ、あえてスター性の高いような服装にして、誰もがパッと見て老若男女を楽しめると。レビューというものを初めて日本に導入したのが宝塚だと言われています。このレビューの形によって生えてくるのが背が高くてスラッとした美形でスタイルの良い男役で、このレビューの発達とともに男役に注目が集まるようになります。またラインダンスというものを、まあ、一列になって列をなして同じ動きをするというこの一糸乱れぬ動きというものが魅力の一つとしてラインダンスというものが発達したり、そして大階段ですね。これ本当現場で見るとめっちゃ感動しますよ。大階段をスターたちが降りてくるというのが演目の重要な構成要素になってくるんですね。そしてそれが一つ完成を見て大ヒットとなったものがベルサイユのバラです。先ほど言ったレビュー、すなわち大衆演劇的な分かりやすさ、男役のかっこよさ、そして舞台の華々しさに
最後にはその、演者たちが大階段を降りてくると。この宝塚芸術が一塊になったのが、もう言わずもがなの伝説の演目、ベルサイユのバラなわけです。こうして宝塚歌劇は、まあ戦争を挟むんですけども、戦前から、だん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 その形を整えて、60年代、70年代にはおおよその今の形というものを作り上げていきます。ここから私たちが何を学ぶのか、最初にお伝えしましたけども、この成長期、まあ日本におけるこういう舞台芸術とか芸能が発達していく中において大切であったのは芸の洗練なわけですね。もちろんそれっていうのは役者さんの洗練もあるけども、演出の洗練、音楽の洗練、舞台装置、もろもろ、すべてが高いレベルに高められていったから、様々なテレビが現れたり、ラジオが現れたり、いろんなものが登場する中でも、舞台芸術として宝塚歌劇は生き延びていくことができたんです。ここで私が強調したいのは、ここのプロセスをすっ飛ばす芸能の動きというものが近年多くて、これが失敗の種になるということですね。最初からこのプロセスをすっ飛ばして、人の個人の魅力にいきなり飛ぼうとするのではなくて、やっぱりベースにあるのは実力、基本の力が磨かれて、その先にその人の人間味とか関係性が出てくるんだということです。こうして舞台芸術として完成されてくると、そこから人々は何に注目がいくかというと、先ほど言ったように、人を見るようになっていくんですね。こんなすごい舞台芸術やってるのはどんな人なんだろうということで、スターたちに注目が集まるようになっていくんです。そしてそれに合わせて宝塚歌劇はまた一段の進化を遂げる。スターシステムという形で、明確に一つ一つの組の中に序列を作るんですね。男役トップスターを筆頭に2番手3番手さんという人たちがいる。で、トップ娘役という形で、娘役のトップの人がいて、これがペアになるわけですね。男役トップスターとトップ娘役っていうのが各組のその時期の、花形中核なんです。こうして、トップスターからヒエラルキーを作って人々の注目をスターに集めることによって、そのスターの人間味だとかスターのキャラクターというものが一層楽しめる要素になってくるわけです。こうなってくると、次に誰がスターになるのか、トップスターになるのか、次に誰がそのスターダムに乗っかるのか、こういうことも長いファン、リピーターの人たちの注目になってまいりますし、その推していた人たちがだん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 こう成長していく過程を楽しんでいくというのが新しい楽しみ方なんですね。ファンクラブみたいなのも出来上がっていて、自分たちが応援したスターが上に登っていく過程を一緒に楽しむ。このスターとの絆というものは永遠でして、引退を見届けた後も、いつまでもこのファン感謝祭みたいなものも行えますし、でもそれだけじゃなくて、スターが引退したら、じゃあ次はこの人を応援しようかしらという形で、次なるスターの名とファンが移っていく。こうして長いリピーターを生み出しているわけです。以上のようにですね、宝塚は見事にその歴史の流れの中で、どん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 その日本の芸能の成熟、お客さんの成熟に合わせて仕組みを変えてきたんですね。ここでポイントをもう一回強調しておきますと、第3期、成熟期に入って芸として完成され出すと、今度は人を見るようになる。そしてその人との関わり合い方、その人と一緒にキャリアと一緒に人生を歩んでいくんだという感覚が、さらにファンが没入する要素になって、スターと一緒に人生を歩んでいくということが幸せな関係になっていくわけです。まあ、リレーションシップマーケティングという言い方をしますけれども、別にこの芸能、ショービジネスだけじゃなくて、その人のライフイベント、ライフ、人生の中で、その人に合わせてどん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 一緒に人生を歩んでいけるようなブランド、企業になれると、とってもそのお客さんと絆が強くなって、良きマーケティングができる。そのお客さんと一緒に発展していくことができるようになるわけです。というわけで、今日ではこの形というものが様々なショービジネスで応用されているんです。ジャニーズにしても AKB にしても、やっぱりまず最初のデビューの時は新規性ですよね。あ、新しい新規軸打ち出してきた。そこにファンがドキッとする、びっくりする。そんなのがあるのかと。そしてそこでうまくファンがつかめたら、続いては芸を磨いていく。あ、見事な作品だな。いや、まさにこれは素敵なアイドルだなと。そして最後には関わり合いになっていく。嵐の誰々くんと私はずっと人生を歩んできた。そういう風になっていくわけですね。ハリウッドなんかだって、やっぱり同じです。
これがショービジネスの基本形、新規性、クオリティの上昇、関係性。こんな風にしてマーケティングが進化していくわけです。皆さんのビジネスのヒントになれば幸い。ぜひ今日の話をですね、皆さんが手掛けていらっしゃるビジネスの中で活用してもらえたら嬉しく思います。そして宝塚のこともぜひよろしくお願いします。ぜひ買いに行ってみてください。損はさせません。この動画が役に立ったなと思った人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また中川に何か質問があったり、こんなことを扱ってほしいという疑問があったりしましたら、ぜひコメント欄に寄せてもらえたら幸いです。またぜひ周りの人にシェアをよろしくお願いします。